それじゃあ行ってきます。俺の名前は島田ヒロ、26歳の独身サラリーマン。結婚どころか彼女さえいない地味な日々に、唯一の癒しは飼い猫のルナだけ。はあ、今日も一日が始まってしまう。会社行きたくないな。会社行きたくない。うっ、ほらマリノ、大きな声出さない。おはようございます。うす。この人たちは先月隣に越してきた中村さやさんと娘のマリノちゃんだ。さやさんは一児の母と思えないほど綺麗な人だが、そこはかとなく漂う元ヤン感。娘のマリノちゃんは言わずもがな可愛いのだが、最近は毎朝ぐずっているようだ。気持ちわかるな。俺もよく泣いて母ちゃんを困らせてたし。よし、ここは一丁俺の日よ。いないいないばあ。おじさん変な顔。どうだ、これが泣く子も黙る俺の変顔。マリノ、何笑って、何やってんだあんた。あ、いや、これはその、すみません、何でもございません。行くよマリノ。完全に惹かれた。ただでさえ嫌われてるってのに。でもいつも母親一人で大変だろうな。これまで中村さんの旦那さんの姿は見たことがない。おそらく母子家庭だろう。しかし隣人とはいえ他人の心配をしている場合でもないのが現状だ。周りは第一次結婚ラッシュ、俺は彼女もいないってのに。おやおや、ヒロシ、相変わらず浮かない顔ですね。なんだオタクだ、お前はやけに浮かれまくってるな。そりゃもう、昨日彼女とデートしましたので。なんか裏切ったなオタクだ。俺とお前は紐で友好条約を結んだはずだろ。落ち着いてくださいヒロシ、レンタルです、レンタル彼女です。レンタル。どうやら同僚のオタクだわ。最近話題のレンタル彼女を利用し、アニメショップやゲーセン巡りといった理想のデートをしてきたらしい。不安ならお得な初回パックもありますぞ。指名できない新人さんですが、その分安いので。これはヒロシのためなのです。それに紹介したら私にも割引クーポンが。それ目当てだろ。だが、そんなことは、とにかく一度だけでも。いやいや、俺はそういうのはちょっと。もうすぐレンタル彼女が到着します。ああ初回パック3時間だけだし、オタクだの頼みだし、ハマらなければ問題ないし。はぁ、とか言って調子乗って新しい服とか買っちまってる俺。お待たせしました、レンタル彼女の。え、あんた隣の中村さん、なんで。こっちのセリフだ、初めてなのに。というかお前、こんなこと許されると思ってるのか。え、レンタル彼女って非合法なんですか。そういう問題じゃなくて、家族になんて言って出てきたんだよ。え、普通にデートしてくるねって言いましたけど。なんか、そういう家族もあるのか。あ、とにかくもしあれだったらキャンセルしても。いや、せっかくここまで来たんだし、デートする。え、まさか実は俺のことが。お金欲しいし、もちろんこれは仕事だからな。ですよね。で、なんだっけ、デートはまずゲーセンに。落ち着けよ俺、一度整理しよう。まず隣のシングルマザーが育児の合間を縫ってレンタル彼女として働いているのは事実。そうだ、デートプランを変更します。え、10分後。ラジャセスクランブルエステ小岩店ようこそ。僕は通常コース、彼女は3時間のスペシャルコースでお願いします。ちょっと、これは一体。いいからいいから。ではこちらへどうぞ。毎度、また来てや。どうでした。まあ気持ちよかったけど、いや、かなり良かったな。とにかく次はそっちの行きたいところに。レンタル終了です。はい、3時間の料金です。いや、受け取れるか。何一つ彼女っぽいことしてないじゃん。でも僕は満足ですから。待て待て、彼女レンタルして体ほぐして終わりって逆に怪しいだろ。そういう癖か。
別にそういうわけでは。そもそも友人に押されてレンタルしてみただけですし、それにいつも大変そうだったので、たまには休まれた方がいいかなと。まああれです、ご近所付き合い的なあれです。じゃあこれはありがたくもらっとく。私も今回は黙っといてやるから。いろいろと驚いたが、これでオタクダもクーポンもらえるし、いろいろと人助けにはなっただろう。こうして予想外の満足感に包まれながら、最初で最後のレンタル彼女を終え、帰路に着いたのだが。レンタル終わってるぞ。分かってます。じゃあなんでついてくるんだよ。いや、うちこっちなんですよ。っていうか隣なんですよ。ああ、そうだった。当然一緒に帰ることになったのだが、その道中で中村さんは事情を話してくれた。中村さんは22歳で結婚したが、妊娠後すぐに旦那の浮気が発覚し離婚。やはり一人では厳しい家計。融通が効いて割のいい仕事を探した結果、レンタル彼女にたどり着いたそう。ちなみに男兄弟に挟まれて育ったのと、マリノちゃんを守るために覇気が強くなっただけで、元ヤンというわけではないらしい。でもレンタル彼女は今日で終わりだな。やっぱ私みたいな女には向いてないし。そんなことはないと思いますけど。だからそっちも今回きりでやめた方が身のためだぞ。いくら家族の許可があるって言っても。ママー、おかえり。マリノ、いい子にしてたか。ふん、じいじとばあばと遊んでた。でもママとも遊びたいな。ごめんねマリノ、でもママもお仕事しないといけないんだ。うん、わかった。そりゃ寂しいよな。あれ、変な顔のおじさんだ。俺のこと？うん、おじさんいつも私が泣いてたら変な顔して笑わせてくれる。どうも、変な顔のおじさんです。そういうことだったのか。てっきりマリノに喧嘩売ってるのかと。なわけないでしょ。勘違いして悪かった。じゃあ今日はサンキューな。おじさんまた変な顔してね。喜んで。と、ただいま。おー、よしよし。中村さん、俺と一つしか変わらないのに立派に母親してすごいな。何か俺にできること。そうだ、レンタルデートスタート。わざわざ指名までして、もう頼まないんじゃなかったのか。まあまあ。ところで今日マリノちゃんはどこに？うちの前の公園で両親に遊んでもらってるけど。じゃあ行きましょう。は？数日後、俺はサヤさんを指名し再びレンタルすることに。安月給の俺にはなかなかの出費だったが、どうしてもやりたいことがあったのだ。ちょっとあんた一体何よ。ママだ。ではサヤさん、俺のことは気にせずマリノちゃんと遊んでください。やった、変なおじさんも一緒に遊ぼう。もう変なおじさんになってるけど、いいよ。いやいや、さすがにやばいだろ。もしそっちの家族にでも見られたりしたら。え、別に大丈夫ですけど。なんなら呼んできますね。待て、なぜ自ら修羅場を作ろうと。数分後。え、俺の愛する家族、ルカです。猫？てっきり奥さんでも連れてくるのかと。奥さん？俺独身ですよ。え？独身だと？嘘つくな。嘘じゃないですって、バキバキの独身ですって。じゃあまさかいつも行ってきますとか言ってるのは猫に？いやいや、そんな寂しいやつがいるわけない。ここにいます。どうやらサヤさんは俺を既婚者だと思い込み、存在しない奥さんに勘違いさせないようきつめに接していたらしい。申し訳ない。振り返ったら変顔してる上にレンタル彼女を頼む既婚者だと思ってて。でもさ、なんでここまでしてくれるんだ。実は僕も母子家庭で育ったんです。そう、俺は物心ついた時から父がおらず、母がずっと働いてくれていた。一刻も早く親孝行しよう、そう思っていた矢先の2年前、母は長年の無理がたたったのか急逝。もっと楽させてやりたかったし、
子供の頃の一緒に遊びたかったという後悔は今も強く残っている。マリノちゃんの寂しさもわかるし、サヤさんの大変さもわかるというか、だから勝手に心配で、とにかく力になりたいんです。なので今日もちゃんとレンタル料は払わせてください。そうだ、下の名前で呼び合うオプション追加で。いいやつなんだな、ヒロは。でも、もうレンタルは今日でやめる。在宅でできる仕事を見つかったしな。あ、そうでしたか。よかった。のか。そうして、サヤさんはレンタル彼女を辞めた。つまり俺たちの関係も前と同じ、ただの隣人に戻ってしまうことを意味していた。はぁ、あ、普通にデート誘えたらなぁ。あ、はーい。なんだろう、ルカのおもちゃでも届いたか。さやさん、カレー作りすぎちゃって、食べてくれない？食べます、喜んで食べます。じゃあ食べ終わったらお鍋返しに来てくれな。はい、ごちそうさまでした。はや、本当にめっちゃくちゃ美味しかったです。そんなに褒めなくても。またいつでも食べるんで、じゃんじゃん作りすぎちゃってくださいなんつって。うん。翌日、さやさん、本当に余っただけだから食べられるよな。喜んで。ルナが遊ぼう。こらマリノ、勝手に入っちゃって。汚っ。こんなことなら掃除しとけばよかった。まったくもう、片付けとくから肉じゃが食べないよ。うわ、あれだから、隣の部屋が汚かったら気分良くないだろ。掃除してなくてよかった。それからも料理を作りすぎてしまうさやさんと、ルカがすっかり懐いているマリノちゃんがよくうちに遊びに来るように。どうせ余るからさ、一緒に食べよう。好きだ。さやさんに心惹かれていくのに時間はかからなかった。しかしマリノちゃんのことを考えると、思いを伝えることは簡単ではない。それに結局大事なのは経済力だが、最近急な出費が重なり減り始めた貯金。幸いうちの会社は副業 OK なものの、2人との時間は削りたくない。そこで俺がたどり着いたのは。どうしたのヒロ、髪なんか切って。なんと、この度レンタル彼氏をやってみることにしました。はい。融通が効いて割のいい仕事といえばこれだと思って。まあこれでもしさやさんが嫉妬してやらないでなんて言ってくれたら。頑張って。ですよね。そもそも誰にも指名されずに終わるなんてこともあり得ると思っていたのだが、なんと登録後すぐに5時間のご指名が。この世には物好きな女性もいるものだと感心しながら迎えたデート当日。よし、これは仕事であり、さやさんとのデートの予行演習でもある。気合い入れて。ごめん、また。いや、今来たと。さやさん、こんなすぐバレ。私はさやだよ。さや、可愛いけどなんだこれ。確かに普段のさやさんとは違う雰囲気だったが、どこからどう見てもさやさん。しかし本人はさーやという別人だと言い張るので、混乱しながら5時間のデートが始まった。さーやさんの行きたい場所は。ヒロと一緒ならどこでもいいけど。よし、ゲームセンター行こっか。ほーら、もっとくっついてよね。はい。見た目が変われば性格も変わるのか。ほら見てよヒロ、欲しかったの取れたよ。サヤなのかサーヤなのか、何にせよ楽しい。見て見て、パンチングマシーンだってさ。いいですね、サーヤさんやってみてくださいよ。へえ、できるかな。ぬれ、出てる出てる、奥底の覇気が出てますよサヤさん。サーヤじゃない、今日はサーヤだよ。かわいいし、もうどっちでもいいか。その後もアニメショップに行ったりと、なぜか俺好みのデートを満喫。いつしかレンタルされていることも忘れ、5時間なんて一瞬で過ぎていった。
そして日が暮れた頃、最後にサーヤさんが行きたがったのは夜景の見えるベンチ。意外とベタなのが好きなのか。ベタだって思ったでしょ。いや、そんなこと思いました。すみません。でもこういうのがしたかったんだ。こういうベタなデートがさ。ああ、いつものサヤさんに戻った。私若くで結婚してさ、すぐ一人で子育て始まって、もちろんマリノとの日々は幸せでいっぱいだけど、やっぱりどっかで女の子らしい服とかデートに憧れてたんだよ。だから今日はマリノも預けて一人の女として過ごしたかったの。そうだったんですね。もちろんヒロが前にレンタルしてくれたお返しでもあるけど、やっぱヒロが他の女とデートするのちょっと嫌でさ。あ、でも直接聞くの恥ずかしくて、一生懸命レンタル彼氏のサイトを探しまくってさ、私だけなんか必死になって。さやさん、俺、こちらレンタル彼氏運営です。お時間ですのでお客様に延長の有無を。はい、これもう終わりでいいから。延長で。ヒロ、ではお時間は。そうですね、一生でお願いできませんか、さやさん。俺、最初はただのおせっかいだったけど、次第にさやさんのこと一人の女性として好きになりました。もちろんマリノちゃんも。みんなで一緒に生きていきたい。隣人じゃなくて同じ屋根の下で一生隣にいてくれませんか、ヒロ。当たり前だろ、一生一緒にいてくれよな、さやさん。絶対幸せにしま。忘れてた。すみません、急で申し訳ないのですが、今日で辞退させてもらうことって。では、ヒロ様は今回限りで除名しておきますので、末永くお幸せに。ありがとうございます。ってこの声。お電話はオタクダが担当させていただきました。あいつも副業か。でもこのお金どうしよう。じゃあ、これ欲しかったおもちゃだ。ありがとうママパパ。いえいえ、ってパパ、今日のデートでパパになったんじゃないの。そうだよ。よし、かっこいいパパになるぞ。数年後、本当にパパになった俺は仕事の成績も右肩上がりに。そして何より、行ってきます行ってきますの中。もう2人とも仲良すぎじゃない。ルカもそう思うよな。愛する家族の支えがあってこそだ。あの日延長した幸せな時間は今も、そしてこれからも永遠に続くのであった。見るです、もし時間が